そして好カードです。3回戦注目の一番、富田若葉選手、連覇を狙う78キロ超級富田若葉選手に63キロ級の強者野内愛美選手がマッチアップ。組手は富田選手が右、野内選手が左組の喧嘩四つになるかと思います。まあ、野内選手はちゃんと柔道してくれる選手の方が得意なんで、はいはいはい、まあ、そういったところを見たいなと思うんですよね。柔道してくれない人、おー、あー内股、内もも跳ね上げてしまいました。内股技あり、めちゃくちゃ跳ね返されましたね、はい、弾くという感じでしたね。これは素晴らしい技が決まりました。ちょっと悔しいなすいません、所属を出してしまって。両徳大学の監督を務めておられる金丸先生が、いや、はい、大丈夫かな、足はちょっとインパクトがまともに来たという形でしたね、うん。ちょっと野内選手が痛めたようで、今立ち上がりまして開始戦に戻りました。富田選手の一本勝ちでこの試合は終わりました。なんかちょっと指が気になりますね、はい、38秒、内股有効から、いや、なんか内股重なったような、はい、そんな感じでしたね、そんな感じでしたよね。大きい選手相手にこの形になるとちょっとたまらんですね。そうですね、もう弾かれますよね、やっぱ崩れ、けさ固めで抑え込んでいます。